ぎっくり腰はですね、1日あれば歩けるようになります。でもちゃんとやり方を守ってやってもらわないと効果はほとんどなかったりするので、ちゃんと説明を聞いてからやってください。はい。どうも、小田高弘です。そして宇野山隆之です。はい、今回はですね、ぎっくり腰の直し方、ぎっくり腰から1日で歩けるようになる方法をお伝えしたいと思います。はい、はい、ぎっくり腰ご経験はありますか、宇野山君？経験はないです。 OK、 俺もない。はい、ということなんですけども、でもですね、ぎっくり腰ってまあ、あの魔女の一撃とかって言われて、あのものすごいあの辛いものです。で、痛みが強くなって全身が動かない、はい、で歩くのも大変だ、もう寝たきりになっちゃうっていうようなね、ことになってしまうので、ものすごい大変だし、はい、実際に患者さんも見させてもらって、本当にこう腰を押さえながらね、そうです、もううちうち歩いていくみたいなことするよね。はい、宇野山君も見たことあるよね。はい、あります。うん、でさ、宇野山君、じゃあそのぎっくり腰の人ってさ、そうやってこう歩くの大変やったけどさ、治療したらどうなるよ。歩けますね。いや、今、はい、そう、歩けるよね。実はですね、あのまずこの動画を見ていただいているあなたに言いたいのは、ぎっくり腰っていうのは実はその歩けるようにはなるんですよ。そう、だからこそそれはね、もちろんその治療をして良くなるっていうのはね、まあ、一番確率性が高いと思うんですけど、でもこの YouTube を使ってご自身でやることも可能になるんで、今回はそれをお話ししていきたいと思います。はい、はい、ですので今回の内容っていうのは、こちらの感じになっていきますので、ぜひ最後まで見ていって、そして、実践していただいて歩けるようになっていただければなと思います。はい、ではぎっくり腰って何か。そう、宇野君、ぎっくり腰って何ですか？腰椎の捻挫。そうです、素晴らしい。はい、腰椎の捻挫。はい、はい、腰椎っていうのは腰の骨ですよね。はい、はい、腰の背骨のところを腰椎って言うんですけど、この背骨のところの骨がグキッと捻挫してしまうことがぎっくり腰なんですね。はい、捻挫って何かって言ったら、もうこれ以上、関節がこれ以上動かんっていうところからもっといっちゃうことですね。はい、じゃ手首ここからグキッといったら、もう、はい、そう、痛くなっちゃうね。それが腰で起こってるってだけだ。そう、それがぎっくり腰。はい、はい、なんでぎっくり腰なの？無理に動かしてしまう。あ、その通り、無理に動かしてしまう。でもなんで無理に動かすかなんですよ。うん、そう、なんで腰を無理に動かしてしまうのかっていうと、はい、実はですね、なんか重たいものを持つとか、なんか思いっきりグッとこける、まあそんなんもあるんだけど、はい、やっぱ一番多いのは股関節が硬いから。体のこういう腰を前に倒してこう後ろに反ったりこうひねったりする動きっていうのは、はい、これほとんど股関節がやってるのね。はい、うん、もうご存知ですよね。はい、そう、実は股関節がほとんど体の動きっていうのをやっています。でもこの股関節が固まってしまうと体の動きっていうのが悪くなるんですね。じゃあ体の動きが悪くなると腰に負担がかかって、腰で体を動かそうとしてしまってグキとやってしまうんです。そう、だからこそ股関節を柔らかくしてあげれば、このぎっくり腰っていうのを痛みを解消することができます。はい、でさらに股関節が動くようになれば腰を動かさなくて済むので、ぎっくり腰から1日で歩けるようになるというところなので、この股関節をほぐしていくっていうのを一緒にやっていきましょう。はい、ではですね、この注意点をしっかり理解してください。それはですね、ぎっくり腰っていうのは痛みが2種類あるんですよ。はい、はい、で、その2種類って何かって言ったら、1つは炎症の痛み、そしてもう1つは筋肉が硬くなって起こる痛み、この2つがあるんです。はい、はい、まず炎症の痛みってことなんですけど、じゃあ宇野山君、はい、捻挫したことあるよね？あります。じゃあ捻挫したらさ、それ1日で痛み取れる？いや、引きずりますね。そう、引きずるよね。はい、何日ぐらい引きずる？3日4日ぐらい。そう、それぐらいね。はい、でも教科書にも書いてあるんだよね。そうですね、ね、だいたい48時間から72時間だいたい2、3日ぐらい炎症は続くので、はい、炎症が続いたらやっぱり痛みはずっと起き続けるわけです。そう、怪我の痛みっていうのは炎症の痛みっていうのがあるから、その炎症の痛みっていうのは、2、3日は取れないので、この痛みに関してはもう安静にして時間が経つのを待つしかない。はい、はい、だからこの痛みは取れません。はい、しかしですね、2つ目の筋肉の硬さによって起こる痛み、はい、そう、股関節が硬くなって起こる腰痛に関してはもうこれは取ることができる。はい、
し、この2つ目のこの股関節の硬さによって起こる腰痛の痛みっていうのを取ってあげると実際に歩けるようになるんです。はい。そうだからこのケアっていうのは痛みを全開で治すものではない、うん、でも歩けるようにするために応急処置はできますよ。しかも1日でっていうのがこの動画のメリットだと思うので、はい、そこはちゃんと理解してくださいね。はい。なので、まあ、歩けるようになったとゆえ腰を無理やり動かしてたら炎症起きてるから痛いので、その辺を気をつけてしっかりコルセット巻くなりなんなりして、で専門家の先生に見てもらうということをやってください。はい、はい、それがもう一番大事だ、うん、はい、ということの注意点を理解していただいた上で早速実践やっていきたいと思います。はい、はい、ではやっていきたいと思います。はい、でまず、するときにはですね、必ず座っていただきたいので、ちょっと痛いと思うんですけど頑張って座ってみてください。でこの座った状態から始めていきます。そしてまずこの座った状態でご自身の体と向き合ってください。この状態で体をちょっとだけこう前にかがめてみたりとか、後ろに反ってみたり、右に倒したり左に倒したりひねったりしてみて、ちょっとずつでいいですよ。この体の動きっていうのを確認してみてください。どうしたら痛みが強くなるか、これをまず理解してもらってケアの方やっていきますね。はい、じゃあまずですね、動くようになるために股関節をほぐしていくんですけど、まずは大腿筋膜張筋っていうところをほぐしていきます。で大腿筋膜張筋っていうのはこの場所になるんですけど、ここの場所をグッと押さえてほぐしていきたいと思います。はい、じゃあどこかっていうと、この骨盤のこの骨と太ももの骨の間のこの辺、この辺ですね。はい、でこの辺を親指パーしてもらって、でこのままピターッと左右からグッとこっち側にこうね挟むようにグッと押してあげて、で軽く、まあ、ちょっと強めに押してあげると、こうねコリコリして痛いところがあると思うんですよ。ありますね。そう、筋肉がこう縦についてるから、こう上前後にコリコリすると痛いところを感じれると思います。はい、はい、でそれをこう親指で探して、でそこをこう両サイドから挟むようにグッと押してあげます。で押してあげた状態で、まずは軽く前にお辞儀、そして後ろに腰を押す。もう軽くでいいです。本当に10センチ20センチからでいいんで、少しずつ前に倒して後ろに沿って、これを30秒いきます。はい、いきますよ。じゃあ次はまたここを押さえた状態で体を左右に揺らしていきます。そうで左右に揺らしながら、このコリコリしたところをグッと押さえてほぐしてあげてくださいね。これも30秒いきます。ではいきます。じゃあ次はここを押さえた状態で、また筋膜張筋を押さえた状態で回転、はい、ぐるっとひねっていきます。これゆっくりでいいですよ。本当にゆっくりゆっくりできる範囲でぐり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 と肩を、ね、ひねっていく感じですね。はい、痛みが出そうな時とか、もうきつくなりそうな時は無理しなくていいんでね、小刻みにちょっとずつちょっとずつほぐしていってあげてください。OK です。でここほぐしてあげて、ちょっともう一度確認ですね。
で、また体を軽く前に倒したり後ろに反ったりちょっとひねってみたりとかしてみて、ちょっとこう動きやすい感じが出てくると思います。はい、はい、でもこれはかすかに動きやすくなると思うので、で次の股関節のケアもするので、ね、思い切り動かすということはやめてくださいね。でも動きやすさ感じてくると思います。こんな感じで股関節ほぐしていったらいけるんで、次のストレッチいきますよ。はい、で次は大臀筋をほぐしていきたいと思います。で大臀筋っていうのはこのお尻の大体この横側、この辺りをほぐしていくんですね。大体ここの筋肉にはなるんですけど、この筋肉をほぐしていきます。でこの筋肉は、こうやって両手でこう親指でグッと押さえてあげて、でここの押さえてあげてコリコリすると硬いところがあると思うんですね。でこの硬いところを押さえてあげます。で押さえてあげた状態でまた先と同じように、体を反ったり体を丸めたりしてあげてください。はい、でこれも30秒いきます。じゃあ次左右です。体を左右に倒して、でお尻の筋肉をグイグイグイと食い込ませてあげてくださいね。でこの時も、できる範囲で動かしてくださいね。もう痛い時は、ちょっとずつでいいんで。コリコリしたところをしっかりほぐしてあげてください。よし、 OK。 はい、で、お尻はこれで以上です。はい、はい、じゃあ次いきます。で次はお腹の筋肉をほぐしていきます。お腹の筋肉は腹斜筋っていうところなんですけど、これはですねおへそから指3本4本外側のところの筋肉を、さっきみたいに指でですねこうやってつまんであげてください。グイーッとでグッとつまみながら軽くこう力を抜いてお腹をへこませてください。はい、はい、でこの4本の指をこういうふうにお腹の方に沈み込ませてあげると、こうお腹の奥に硬いところあると思うんですよ。ある？はい、あります。うん、でその硬いところをこう押さえてあげた状態で、でまたこう軽く前後グイグイと、そしてお腹の奥をほぐしてあげてください。はい、はい、指で挟んでマッサージしたり、こう腰を前後に動かして、でこのお腹の奥をほぐしてあげてください。ゴリゴリしてあげてくださいね。でお腹はできるだけ力抜くようにしてあげてください。はい、OK。 はい、では次はですね、上半身もほぐしていきたいと思います。で上半身は、胸の筋肉と背中のこの広背筋っていう筋肉、これをほぐしていきます。まずは、大胸筋、胸の筋肉をほぐします。胸のこの前の部分ですね、脇の前の部分の筋肉を掴んであげて、そしてグッと軽くつまんであげます。そしてつまんだ状態でこのつままれた手を空手家のように引き手、そして前に出すときは突く、そして引く、これを10回やります。はい、いきますよ。はい、1 2 3 4 5、しっかり胸をつかんで、6 7 8 9 10、 OK。 では反対も同じように、反対側の胸をしっかりとつまんであげて、そして右手で、はい、抜き手、1 2 3
3、4、5、6、7、8、9、10 OK。 では次は背中の筋肉です。胸の後ろにあるこの脇のところ、これをしっかり指で掴んであげて、そしてさっきと同じように抜きていきますよ。はい、1、2、3、4、5、取りたいな、6、7、8、9、10 OK。 では反対いきます。反対も後ろ側、背中側の脇のところを掴んでもらって、はい、ではしっかりと抜きていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK。 でここまででですね、もう一回体の状態確認しますね。座った状態で軽く体を前に倒したり、後ろに反ったり、左右に倒したり、ひねれるようになってきてると思うんですね。でもしなってないんだったらもう一回一からほぐしていってください。でなってきたら最後ですね、太ももの裏側を伸ばすストレッチをして、終わりとします。はい、足をまっすぐ出します。で出して膝をしっかり伸ばしていただきます。で伸ばした状態でこのつま先をしっかり立ててあげて、つま先に向かって体を前に倒していきます。でこの時に足の裏側が伸びてたらいいんですけど、腰が突っ張るような感じが出るんだったら、ちょっとほどほどにやってあげてください。もうこれいける範囲で結構です。はい、でしっかりつま先上げることポイントですね。でこれでしっかり体を前に倒して、太ももの裏側を伸ばしていってください。このまま30秒です。では反対、反対の足も前に出して、つま先立てて体を前に倒して、裏側を伸ばしていきます。でこれは無理せずにしっかり伸ばしてあげてくださいね。30秒です。 OK。 ここまで行ってもう一度確認してください。体を軽く丸めたり、後ろに反ったり、ひねったり、左右に倒したりする動きが最初より良くなっていると思うんですね。じゃあこのままで次は立ち上がってもらいます。で立ち上がる時なんですけど、ここコマネチ、はいね、このコマネチのところに指を当ててください。でここ指を当ててもらった状態で、まずは上半身だけを前にお辞儀してください。でこの時なんですけども、顔は必ず上げて、これ前に出ると腰曲がっちゃうんでね、しっかり顔を上げた状態で前に倒します。でこれ3回ぐらい、2、2、いける範囲でいいですよ。3、OK。 で次立ち上がる時なんですけど、かかとをね、自分の位置にしっかり持ってきてください。はい、自分のお尻の下ぐらいに来るようにかかとを持ってきてください。これ前で立ち上がると、うまくやってみて、足前で立ち上がってみて、はい、そう立てないね、はい、そう立てないから腰で持ち上げようとして腰痛出ちゃうから、ちゃんとかかとを自分のところに引いた状態、足体の真下のところに引いた状態で、しっかりここを意識して立ち上がってください。そうするとスッと立ち
立ち上がれると思います。はい。まあ、こんな感じでですね、股関節を緩めてあげたら、他の筋肉をほぐしてあげることによって、で、他の関節が動くようになるので、はい、歩けるようになっていきます。はい。はい。ただ、炎症の痛みっていうのはこれは何日か残るので、そこに関しては安静にするか、もしくは専門家の先生にですね、頼って治療してもらうってことを必ずやってください。はい、そしてご自身で完全に治そうとは思わずに必ず先生のところに行って治療を受けることをお勧めいたします。はい、というところで今回は、ぎっくり腰の治し方、ぎっくり腰を、1日で歩けるようになる方法をお伝えさせていただきました。今回の内容とても、役に立ったなと思った方はですね、ぜひいいね、そしてコメント、そうですよね、素晴らしいというのをね、忘れないようにしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。